はい、ひらひ城址公園に来ています。まあこちらはね、まあ、土塁ですよ。まあ向こう側のね、道の向こうは二の丸跡。西平井という地区ですよ。県道173号線ですね。まあ、今回はね、2回目なんでね、まあ、前回はですね、まあ、そちら方向にある、まあ、いろいろなね、まあ、説明板を説明したんですけど、まあ、今回はね、あちらに新設されました説明板、まあ、そちらをね、まあ、1枚ずつ見ていこうかなと思っています。はい、平井城址公園に来ています。まあ、現在地はですね、まあ、公園の、まあ、ここです。土塁なんだね。まあ、いつもですね、目印になるのは、まあ、そちらのね、まあ、土が持ってある場所、あそこは土塁なんだそうです。まあね、詳しくいろいろ書いてございますね。まあ、前来た時はね、こんな立派な説明板が、まあ、設置されていませんでしたね。三河保王国。まあ、寒冷祭りっていうのがね、まあ、10月の中旬だそうです。山の内上杉氏、まあ上杉則実さんから始まりますね。まあ、関東管領となったのがね。まあ、先ほどのね、まあ、行ってきた、まあ、お寺とか、まあ、あるんですけど、上杉昭貞さん、ここですね。昭貞さん管領となる。そして、まあ、1510年長森原、新潟県六日町で廃止。1510年。そしてね、最後のね、まあ、城址ってあったかな。このね、上杉憲政さんですね。まあ、慣例になったのはね、1531年。そして、まあ、最後ということで、北条氏康に攻め落とされ、憲政、平井を捨て、越後に落ち延び、長尾景虎、上杉謙信の、まあ、越山を求める。まあ、そういった感じになってんですね。まあ、先ほど言ってきたね、まあ、清賢寺さんと涅槃釈迦像、あ、磨崖仏も載ってますね。関東管領山内上杉氏ゆかりの平成寺、後の南西裾野にあったものを平成2年に現在地へ移転した。
昔から通称六地蔵尊と呼ばれ、地元民の信仰を集めている。じゃあきっとね、消えかかった木の看板には、六地蔵尊っていう文字が書かれてたんでしょうね。平井城築城、関東管領と山の内上杉氏、ここの部分が、ちょっとあれですね、重要かもしれませんね。室町幕府のね、足利将軍、地方があって鎌倉府があって、中央京都、鎌倉府の下には鎌倉公方、鎌倉公方の下には補佐する意味で関東執事、それが関東管領。そして、鎌倉府の中はね、詳しく見ると公方の下関東管領、そして関東管領の下には評定衆、引付衆、門中所、満所、侍所。これがね、足利氏とね、上杉家っていうのは、上杉氏っていうのは、なかなか関係があったんですね。かなり前の方まで遡りますけど。なるほどね。はい。このようなね、平井城址公園、新しい説明版ができました。ご視聴ありがとうございました。一部持って帰りましょうね。